とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、めくらダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ここ、やっていこうと思います。デイリーチャレンジ2の、クリーパーの森ですね。変更点が、ペットの数が3に固定。で、モブダメージが 50% 増加の、輝きのエンチャントを装備しているというやつですね。で、報酬はアーティファクトですけども、まあ、そんなに期待はしておりません。で、装備はこれでいきます。アーティファクトを羽、エンチャンターの章、ゴーレムキットですね。ゴーレムが3体出るようになりますので、ゴーレムをエンチャントしていく。そんな感じです。で、フルメタルアーマーにタンブルビーが入っておりますので、蜂もガンガン出して倒していく。そんな感じですね。で、キノコがついておりませんので、骨のコンボを羽ぴょんしてガシガシ叩いていく。そんな感じです。では、早速、行ってみましょう。旗は全部取ります。それでは、行きますね。まあ、今回の主役は、蜂とゴーレムだね。まあ多分放置してるだけで全然勝てるんじゃない？いや無理か放置してるだけでは勝てんか。でも蜂が、9体出ますし、ゴーレムも3体で、でしかもエンチャントされてるということで、いや意外と余裕でいけるとは思います。いやただね、この数出すんで、重いのよ、おそらく。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。何、なんか、トゲだよね、だよね。むちゃくちゃ減ったと。で、ヘルスシナジーも入ってるんで、HP は回復させやすいですと、これはもう安定かな。うん。もう前線で、仲間たちに攻撃させて、で、HP が減ったら後ろで、これは HP 回復に勤しめば、まあ負けることはないと思います。で、いるね。ナイス。いると思ったよ、一体は。で、結構ね、ぬるいところになりそうなんで、まあ、できれば、ああ、もう矢がないじゃないか。キャプテンはたくさんいて、でさらにすごい変更点がついてほしいところです。いやー、これやっぱり矢が枯渇するか。いやね、なくなるだろうなとは思ってたけど、こんなに早くなくなるとは。 OK、まあ、ショート棒系使ってますので、よしよし、まあ、矢は一応なくなりにくくはなってる。でもまあこういう動きしてるとね、すぐなくなるのよ。あれタブルビーの蜂たちがあれだな、完全についてくるわけではないね。あー、そうか、横にぴったりね、くっついてついてくれればいいけど、こういうわけにもいかないよね。しょうがない。今回の主役はゴーレムです。うん、まあ、蜂も一応出るんだけども、主役はゴーレムということでやっていきましょう。まあ、蜂がねそんだけたくさん出るっていうのもいいけどね。 OK。 でもちろん、あ、いや蜂は3体しか出ないの。そうか、タンブルビーは別か。あ、なるほどね。あ、タンブルビーもあのかける3になるかと思いきや、あ、ごめんなさい、タンブルビーは関係なかったっす。 OKOK、 よっしゃ。いや、これきついな。 OK。 いや、でも全然いける。で、矢はねもうちょっと出てほしいし、キャプテンいるいる、もうちょっと、お、2体ナイス。もうちょっとえっぐいやつ来ていいよ。やばいやばい、
まだ変更点見てないいいね、痛い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 、いやゴーレムは強いけどさすがに俺が食らうと痛いな。 OK、 何矢は矢ないのか。とりあえず見てみましょうか。プレイヤーダメージ 40% 減少のクリーパーに置き換わるか。うん、で脅威が2ということで旗は残り2つです。一応全部探しながらやっていきます。クールダウンが入ってゴーレムを召喚し直すから、はいはい、一応戦いやすくはあります。まあでさらにクールダウンだからゴーレムの HP が減って危なそうになってもすぐに召喚し直して HP がマックスになって、まあ、そこは大丈夫ですね。やっぱ一番の問題は矢が少ないっていうところ、そこをなんとか解決したいけどもそこは難しいんだよな。うん、まあ、矢を増殖していけば、まあ、問題ないんでしょうけども、これするのもしゃらくさいんで今回はやっておりません。あ、オッケーオッケー、いやまだなかった。これ、あ、相性いいよ。召喚が、クリーパー対策になってくれるし、変更点でクリーパーたく、あ、いや、痛い痛い痛い。たくさん出るようになってるんで、すごくいい感じだとは思います。OK。まあ、行きましょう行きましょう。おそらくもう全然半分は過ぎてますので、あとはもう少し進んでクリアするだけでしょう。危ない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 、さすがにちょっと痛いか、痛いな。 OKOKOK、 そこはもう任せる。 OK、 もうここはもう全部任せる。うん、エンチャントクリーパーはさすがに厳しいんで、こいつらはもう ゴーレムに完全に、おーナイス、任せます。危ない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 、死ぬよそれ食らうとやばいから。あ、ちょっと危ない、矢が残り26本、少ないね。でもここで若干回復、おいおい、ひどい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 、ほいこいつはひどいぜ、バカ、もうこれはひどい。ちょっと待って待って待って、エンチャントのクリーパーが来るさすがにひどいわ。うん、ノーマルのやつだったら普通に倒せるんですけど、エンチャントのやつになると厳しい。おいって、なんで、ああ、まあまあモブダメージが増えてるから、モブダメージ増えてるからちょっと倒せないぐらいになってるでしょう。いやいや、一発でやられるぐらいの火力になってるんだろうね。 OKOK、 クリーパーにはちょっと要注意でいきましょう。危ね危ね危ね、クリーパー以外だったらもう全然やっていけるそうなんで、危ない危ない、ちょっと使っていかんと無理だわ。ポーションバリアをしっかりとやっていかないとこれはやられるね。 OK、 でもってキャプテン、これはあーゴーレムがいるだけか。いや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 、これきつ
いな。痛い痛い痛い。あっ、ねえ、さすがにきつい。いや、いないな。うん、最後にキャプテン少しいるかなと思いきや、おそらくいないっすね。危ない危ない危ない。もうわけわからなくなってる。でもいけるはず。 OK、 ではクリアしましょうかね。で、報酬が何なのか、まあ一応期待はしてませんけども見ていきましょう。 OK、 クリアでーす。それでは頼むよ。まあね、だろうと思った。はい、ということで戻ってきました、デイリーチャレンジのペットが多めに出るところ、そこはエンチャンターの書とゴーレム、これで安定してクリアできますので挑戦していってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。